はい、今日テーラー展開とテーラー級数っていう2個のものが出てきたわけなんだけど、それっていうのはここから始まってあるところで、まあ、ここまで来て、でさらにこう続いていくわけだよね。ちょっとチョークをだいぶ消費するけど、ここわざわざ書きますね。で先週まではみんな級数っていうものは知らなかったわけで、どっかの n でこう終わりにしてたわけじゃん。n 次の先週まではこれ gx イコールなんとかって書いて fx に似てるけど、そのなんていうの、接放物線みたいな別の関数だと思ってたわけで、今日言ったのはこの n を無限大まで持っていくと、ここでまあ点点点で表現されてるわけだけど、とぴったり fx と同じになってしまうことがある。よく考えると不思議ですよね。例えば sinx って周期関数だけどさ、こう多項式何個か無限個加えてったら周期関数になってしまったみたいなって不思議だよね。多項式って必ず x 大きくなると値大きくなるわけだからさ、不思議なんだけど成立するんですよ。 n を大きくすると fx とぴったり等しくなる。でテーラー展開、さっきこう近似みたいなことを考えたんだけど、この部分が近似としての誤差なわけね。このことを N 字のテーラー展開の剰余項と言っています。あまり余っちゃった部分みたいなニュアンスだけど、でね、さっき言ったんだけど、こうやってこっちの方ほど大きいわけよ。でだんだんちっちゃくなっていくみたいな状況を主に考えてるわけで、どんどんちっちゃくなっちゃう、だからこっちの方が主要な部分で、こっちはゴミっていうかちょっとだけみたいな感じな。でこれを表現するのに、だからここ何個もこう誤差の項があるんだけど、この中で一番大きいのはこの一番先頭にあるこれなわけ。だってこの x-a が 0.1 とかだったらさ、 0.1 の n たす1乗の方が n たす2乗より大きいじゃんね。だからこれが一番主要な項なんだけど、これの大きさは x-a の n たす1乗程度なわけ。ここで見てくれもらうと分かるんだけどね、要するにこの、まあ今これきれいに 0.1 とか取ってあるからなんだけど、1個先の項に行くほど1桁ずつ落ちていくみたいな感じでしょ。で1桁落ちるプラス2分の1とか6分の1とかプラスマイナスとかあったりするんだけど、大雑把に言えば 0.1 の何乗かっていうのが、その何乗のとこがどんどん増えていくわけよ。だからこのここ全部っていうのは、大雑把に言ったら 0.1 の n たす1乗程度だと思えるわけ。 n たす1じゃなくて n たす2とか n たす3とかもありますよ。だけどそれは n たす1より小さいから、もうそこのことは忘れて、x-a の n たす1乗程度だと思うわけ。例えばね、さっきやったsin 4分の π たす
0.1 の3次のテーラー展開の誤差は n が3だから x-a の n たす1だから4乗ぐらいの大きさになると思われるわけなんだけど、 x-a は x-a は今デルタ x って呼んでるやつで 0.1 なので、 0.1 の4乗程度、実際はそれに24分の1とかつくんだけど、大雑把に言って、だからテーラー展開を使って何か値を求めようとする人は3次までやると4次のところからとか誤差になるから、小数点以下3桁までは今のやり方で正しく出せるっていうことが大体わかるわけね。だから大体誤差の大きさがどのくらいかっていうことがこのやり方で想像がつくわけ。それでx-a の n 乗 n 乗、これまあ小さい量の時なんだけど、程度の大きさの量あることを こういうふうに書く習慣は、ちょっと使い方は後で問題で言いますね。これは大文字 O で、ランダウ記号と言われています。例えばこんな使い方をします。 1-x 分の1っていうのは、ここにここで公式って言ってやったように 1+x+x2+…って続いていくんだけど、もし2次のテーラー展開だったらここで終わりにしてプラス誤差があるわけだよね。プラス誤差、3次の常用項があるわけね。でこの誤差っていうのは x3 乗程度の誤差なわけで、その時にこれのことを、今ここだと随分チョークを使ってしまうのでもうちょっと楽な書き方があって、足すを x3 乗と書くっていうこと。まあこれ実はもうちょっと正確な意味があるんだけど、雰囲気としては分かんないかける x3 乗ってことっていう記号。つまりね、実はこの辺っていうのは、僕この授業4年目なんですけど、今年がここが毎年すごいうまく伝わらなくてですね、それに対する僕の対処は何かっていうと、だんだんアバウトな言い方に変えていくっていう方針にちょっとなりつつあるんですよ。だからちょっと正確な意味を伝えてないんだけど、ニュアンスが伝わってくる、伝わると嬉しい。例えばこういう雰囲気なんだけど、 sinx っていうのは上で計算したように x-3分なんだっけ、x-3 の階乗分の1の、3の階乗だから6分の 1x3 乗足す…とかなってくわけよ。さっき例題でやったけど、
で、足す誤差なんだけど、その次に来るのは、これ一項期だから五乗だって分かってるわけ。だから、その次に来るのは何とか足す五乗ぐらい、みたいな感じで書きたいんだけど、ここの係数っていうのは真剣に計算しないと分かんないわけよ。微分を求めたりとか、階乗がいくつかとか頑張って計算したりとか。で、ここはなんか係数があるんだけど面倒で計算したくない。そういうことを表現する方法がこれなわけ。これのことを、だからここの係数は要するにやりたくないっていうことなんだけど、やりたくないこういう項があったときに、これのことを OX5 乗と書くわけ。X5 乗なんだけど、係数は許してよっていう、そういうこと。ここ4乗じゃなくて5乗なんですよ。なんでかっていうと、4乗は0だから。4乗の係数は0だって分かっちゃってるからね。あるところは5乗だから。本当は僕今少し嘘を言った。なんか、こう書くとこれが x の5乗の項のことであるかのように言ったけど、本当は x の5乗以降全部のことを ox5 乗って書くわけね。大きさがそのくらいだっていうことだね。もう一個例題。テーラー。あと5分しかないんですけど、結構本質的なアイデアをここでもう一個言おうと思ってるんだけど、今日の問題を見てもらうと、楽してテーラー展開っていう問題があるんですけど、楽しての方法をちょっと言いますね。こういうのが来た時にね、ここを塊で x と思うのよ。で、この時さ、x イコール0っていうのと、x イコール0っていうのは同じことでしょ？だから、あ、そっか、ごめん、ちょっと間違えた。の x イコール0におけるテーラー性、まあマクローリン級数と言ってもよかった。だからね、 x イコール0における級数っていうのと、大文字 x イコール0における級数っていうのは同じものになってるわけで、そうするとね、自分の 1-x のテーラー級数は、 x イコール0におけるテーラー級数は、ここの知識から k イコール0から無限大までの x の k 乗じゃん。これ中学校から知ってるけど改めて覚えようよって言った公式ね。で、ここでこう置き換えて考えたらいいから、これは こうなるわけ。だからこれは、これがテーラー級数。いいかな。一個ずつこう微分してて、パターンを見て何とかやるしてやるっていうのはもちろんいつでも正しいやり方なんだけど、知ってる形に近いのが出てきた時には、知ってる形に近いのが出てきた時にはそれを利用してやることができる場合がある。
これが塊 X だと思ったら、それのテイラー係数は知ってるから、でこの X の中身が 2X だからとかって使ってやるとこうなる。で何かの方法でこの X の形状をこう加えたものとしてかけたら、もうそれが答えっていうか、あの複数答えがあることはないのよ実は。だからこういう方法で求まったらこれで OK。 今日こんなに喋ったのになんか申し訳ないんだけど、明日のクイズは今日の範囲と同じです。もう一回テイラー、あ、ごめん、そうか、あの同じ範囲なんだけど、言葉だけこういう言葉を使うかも。テイラー展開級数、マクローリン級数展開、そういう言葉を使うかもしれないけど、やってほしいことは今日の範囲と同じものだけです。大事なので何回か復習しよう。それじゃあ終わります。